はい、まず最初のバトルゾーンから、もっと上の階にもある。おーおーおー。いきなり出てくるんじゃないよ。え、待て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 、攻撃してきたぞ。ここは、バトルフロンティアだな、ペル君。なんだ、今回はどこかのバトル施設でフロンティアブレインにでも挑むのか？いや違いますね、主さん。じゃあここに来た理由はなんだね。鬼ごっこしましょう。へ？鬼ごっこ、はい来ました、ペル君のよくわからない企画。いやいや、ルールはシンプルですよ。ポケモンから逃げてください。いやどういうことだよ。ポケモンってそもそも追いかけてくるもんじゃないでしょ？ポケモン同士で追いかけっこするとかならありそうだけどな。それが今回は追いかけてくるんですよ。は？このバトルフロンティアには現在、トレーナーを見つけ次第ダイレクトアタックしてくるポケモンがいるんです。主さんがそのポケモンたちから逃げつつ、このフロンティア内にある金塊を7つ集めたらミッションクリアです。ポケモンが私に直接攻撃してくる。そんなこと今までなかったからまだよくわかってないけど、とりあえずこのバトルフロンティアに隠されている金塊を7つ見つければいいんだな。よしやってやろうじゃないか。ゲームモードをサバイバルにしたとき、バトルは開始されます。さあ来い、鬼ごっこの始まりだ。誰も来ないじゃないか。鬼はいろんな場所に散らばってますからね。主さんを発見次第攻撃してきますよ。え、でもあの謎の草は攻撃してこないけど。普通にいつも通りのポケモンも出てきますからね。え、待って、あのアルセウス絶対怪しいだろ。こんなところに湧くわけないもんな。でもこっちには気づいてないようですね。ミッションは金塊7個だったか。このエリアのどこかに隠されてるわけか。あの前にいたイワーク、こっち見てたよな。主さんが階段登り終わった瞬間見てきましたね。あのイワークは鬼な予感がするな。は？おーおー、あのポケモンは鬼じゃないみたいだね。これ鬼がどういうポケモンなのか教えてほしいんだけど。それを見定めるのもまた楽しみですよ、主さん。おー、ここにまず一つ、何も入ってないんかい。もちろんハズレもありますよ、主さん。いかにも金塊が入ってそうな場所にハズレを置いておくとは、このシステムずる賢いな。鬼氷の村っけ並みにずるいわ。それは犯罪クラスですね。あのマンキーは、違うみたいね。マンキーたちは自然に湧いてるポケモンなのかな。自然に湧いているポケモンの中に鬼がいるかもしれませんよ。え、普通のポケモンの中に紛れ込んでる可能性もあるのか。おーおー、あのポケモンも違った。なんだ、意外とそんな鬼がめっちゃいるってわけじゃないのな。このバトルタワーの中には絶対金塊一つあるでしょ。逆にここに隠さない方がおかしいぐらいだもん。バトルタワー内のバトル施設にも入れますからね。くまなく探してくださいよ。はい、まず最初のバトルゾーンから、もっと上の階にもある。おーおー。いきなり出てくるんじゃないよ。え、待て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 、攻撃してきたぞ。さあ、主さん、鬼ごっこの始まりですよ。あーった、チェスト、外れかいな。やばいやばい、早く逃げないと倒される。なんだよ、本当に私にダイレクトアタックしてきたじゃないか。はあ、びっくりした。普通の石つぶてかと思ったらまさか攻撃してくるとは。あれ、また石つぶて。キャー、来てる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 。おい、私突っかえるんじゃない。くそ、向こう側から逃げないと。もうなんなんだこのバトルタワーは。バトルタワーはどうやら石つぶてが占領しているようですね。でも階段は使ってこないみたいだな。それで結局上の階のバトル会場捜索できてないし。あれ、あの石つぶては。どうやらあの石つぶては自然に出てきた普通のポケモンのようですね。あの一件があったから私石つぶてちょっと怖くなっちゃった。どうする？もう一回行ってみるか？行ってみましょう。石つぶての視線に触れなければなんとかなりそうなんだけど。いるよ、普通にいますよ。普通に近づいてきたわ。あんなバトル会場入り口で構えられてたら一生中に入れないぞ。これはやばい。完全に待ち構えてますね。でもなんでか知らないけどこの石つぶては階段には来ないんだよな。裏側から回り込んでみるのはどうです？ああ、確かにそれはありだな。あ、待って、ここの階って。ああ、ここはノーマル石つぶてがいる場所か。あの狂気の石つぶての下の階は至って平和なんですよ。それで問題は次の階か。いや、普通に真ん中に戻ってるじゃん。ああ、はい、わかりました。もうここは諦めます。もうあなたの逆鱗には触れないことにしました。え、階段入ってきた。これはヤバいパターンかもですよ、主さん。バトルタワーってこんなホラー施設じゃなかった気がするんだけど。あのエイトムは、大丈夫だな、普通のポケモンだ。バトルタワーがとんでもない危険施設なのはわかった。でも絶対一つぐらい金塊あるよな。こんな簡単なところに金塊なんてあるわけないよな、もちろん。次はバトルステージの中を見てみるか。この中にも石つぶてみたいな狂気のポケモンは、いなさそう？
大丈夫みたいですね。おっ、これは確実にないんかいな。え、本当に金塊なんてあるの？私が調べたところ全部外れなんだけど。主さんが綺麗に外れのところだけを引いていってるんですよ。バトルステージにはないのか。これ7個見つけるのに相当時間かかるぞ。いやー、はっ、なに？どこから攻撃してきた？え、さっきの石つぶてじゃないよね。さすがにここまで追ってこないでしょう。どこにもそれらしきポケモンなんていないけど、まさか遠距離攻撃？まあ、特殊型のポケモンが鬼なら。待ってくれ、そんなこと聞いてないぞ。とりあえずあのバトルステージを出てすぐのところで攻撃を食らった。きっとあの辺に何かがいるんだ。よっしゃ、切り抜けたわ。きたー！よっしゃ、一つ目見つけたぞ。やっと一つ目？残り6つですね、主さん。この調子でやってたらめちゃ時間かかるぞ。待って、あの斧のクス絶対鬼でしょ。やばい、確認なんてしなきゃよかった。とりあえず物陰に隠れる。大丈夫？ついてきてない？は、入り口のところをうろついてましたね。私が出てくるところを見計らってるのかもしれない。え、待って、オノノクスなんて攻撃力えげつないでしょ。多分ここも外れ。攻撃種族地に依存してるんだったら相当ヤバいでしょうね。嫌だな、あんなの塔にごっこしたくないんだけど。まさか背後に。しっかり周りを見渡せよ私。もう楽にオノノクス発見しとかないとこは。いたー、バッチリ入り口のところに張ってたわ。でも見逃してるけどな。あやっぺ、こっちの方にワークへ。なんだ今のヤバい攻撃は。オノノクスかいワークどっちなんだ。ちょっと休ませて。ペル君。どうしましたか？この世界ヤバすぎないか。ポケモンが私らを発見した途端に。まずあのポケモンたちの動きもおかしかったよな今。あのポケモンたちも確実に鬼ですね。もう発見した途端に一目散に私めがけて襲ってくるんだもん。怖すぎだろ。それが鬼ごっこですからね。とりあえずアルセウスとケンタロスは。待って、今なんかポケモン来てなかったか。やばいやばい、めっちゃ攻撃されてるわ。え、なに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 。とりあえず建物の中に逃げましょう。そうだ、バトルタワーみたいに入り組んでいる場所に来ればポケモンもどんだけ追っかけてくるんだよ。やべえ、行き止まりだ。っていうか誰、めっちゃしつこいぐらいに攻撃するじゃん。っていうか機敏すぎないか。主さん急いで階段を利用しましょう。石つぶては階段に来なかったですから。確かにそうだな、緊急避難先は階段だ。やばい、急げ急げ急げ。こっちじゃない、入ってすぐ右だ。めっちゃ執拗に攻撃してくるじゃん。なんなのこのポケモン。階段入ってくるじゃねえかー。やや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 、もうなんなのこのポケモン。ピカチュウかー。もうなんなんだあの異常な攻撃は。おお、そんなところで待ち構えてるんじゃない。してやったりと思ってすぐ場所を離れおって。ピカチュウに狙われたら命はないことがわかりましたね。もうまたアルセウス来てるし。うわーうわねー、やばいって。アルセウスの火力もおかしいって。やべ、正面にケンタロス控えてるし。私にはわかるぞ、すぐ後ろに裁きのつぶてを下そうとしているポケモンが追いかけてきてるの。あれ、どうやら危機は去ったようですね。全速力で追いかけてくるかと思ったらそんなことなかったわ。とりあえず危機からは脱出したけど、バトルタワーにやべえ奴が潜んでるからな。バトルタワーには鬼のピカチュウと石つぶてがいますからね。石つぶてだけならなんとかなったんだけどな。あの化け物ピカチュウもバトルタワーに入れちまったからな。しばらくバトルタワーに乗り込むのはやめておこう。おっ、あそこにチェストがあるな。あそこまで行くにはまたアルセウスたちと出くわす可能性が。もうアルセウスには関わりたくない。あのポケモン攻撃範囲広すぎなんだよ。おっ、ケンタロス水辺に落ちて出られなくなってるよね。主さん、これはチャンスですよ。今か、このタイミングなのか。届けー。よし来た。よし、二つ目の金塊ゲット。さあ残り5つです。あのケンタロスはもう脅威にはならないだろう。っていうかこのショップゾーンにチェスト大量にあるじゃん。絶対この中のどれかに仕込んであるだろ。急いで探さないとアルセウスに気づかれますよ。アルセウスが見当たらない。どこにいるんだ。あー、なんか鬼っぽいリガードンも水にいるな。彼はもう襲ってこないだろう。あー、あの奥の方の物陰にいるな。ぬわ、よし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 。すごいですよ主さん、一気に2つ見つけました。これまさかもう一つ隠されてるなんてことないだろうな。やって、さっさと逃げればよかった。アルセウスは下の方担当だから、これまた階段を登ってこないのかな。ウノロシブレチャリンチヨワー。オノノクス、そういう戦略を取ってるわけか。とりあえず下に行くのはまずい。あってもオノノクスも階段使わない。うわー、助けてー。あれに捕まったらダブルチョップでおしまいだってるー。急いでバトルタワーはダメだ。鬼のピカチュウがまだ潜んでますからね。よし、とりあえず階段降りれば。来るじゃねえかー。ポケモンが階段登れないなんて考えた私が愚かだった。は怖すぎでしょあのオノノクス。マジでびっくりしたわ。バトルルーレットに避難しに来ました。ちょっと落ち着かせてほしいわ。おっ、こんなところにもチェストがあるじゃない。イエース。
さあ主さんあと半分頑張ってください。周りにいる鬼ポケモンが怖すぎる。